リュシマコス、リュシマコス、キ、ラテン文字表記、ライシマジョス、紀元前360年紀元前281年、在位、紀元前306年紀元前281年は、アレクサンドロス三世に仕えたマケドニア王国の将軍であり、彼の死後のトラキア、小アジア、マケドニアの王である。リュシマコスは、ディアドコイの一人としてトラキアによって、 ディアドコイ戦争を戦った。リュシマコスは、クランノン出身の宮廷の道家師であった、テッサリア人アガトクレスの子として、マケドニアのペラにて生まれた。リュシマコスは、アレクサンドロス三世の統制に、側近護衛官の一人とて参加して、王の傍らで戦い、紀元前三百二十六年のサンガラでのインド人との戦いで負傷した。また、リュシマコスは、インドの哲学者、 バラモンゾのカラノスに指示し、カラノスが死んだ時には、彼の馬を送られた。アレクサンドロスの死後紀元前三百323年に、開かれたバビロン会議で、リュシマコスは、トラキアとケルソネソスの大主に任じられ、その間、オドリュサイ人の王政ウテス三世と戦った。紀元前三百321年頃に結婚した、最初の妻は、帝国摂政、アンティパトロスの娘で、 その間に、息子、二人の娘、アルシノエ一世の三人の子を設けた。後にエウリュリケは、アンティパトロス朝のマケドニア王、アンティパトロス二世の日に、アルシノエ一世はプトレマイオス朝へエジプトの、プトレマイオス二世ピラデルポスの最初の王妃、女王とな。アレクサンドロスの死後、衣装たちによる大規模な争いが起きた。ショディアドコイ戦争である。その結果で、 ポルペルコンとカッサンドロスが帝国の摂政位を奪い合った。この時、リュシマコスはカッサンドロスを支持した。紀元前318年、トラキアでポルペルコン派の将軍クレートスがカッサンドロス、派との戦いに敗れてマケドニアに逃れようとしたが、リュシマコスは彼を撃ち取った。紀元前315年、リュシマコスはエウメネスを倒して兄弟化していたアンティゴノスに、 対抗して、カッサンドロス、プトレマイオス、セレウコスと同盟を結んだ。そして、紀元前306年に、アンティゴノスが王を称すると、彼もそれに習いトラキア、小アジア、そして、マケドニアの王を称した。紀元前302年、アンティゴノスが、ギリシアや、東地中海において、攻勢を強めると、デュシマコスは再びカッサンドロス、プトレマイオス、 セレウコスらと二度目の対アンティゴノス同盟を結び、カッサンドロスから兵士の提供を受けて小アジアに攻め込むも、アンティゴノスの接近を受けてヘラクレア近郊へ引いた。その際、ヘラクレアの戦士クラテロスの未亡人で殺傷のアマストリスと決した。紀元前301年、リュシマコスはセレウコスと連合し、イプソスの戦いでアンティゴノスを廃止させる。勝者たちは、 アンティゴノスの医療を分割し、そのうちリュシマコスは、リュギア、ヨニア、フルギアそして小アジアの北岸を得た。その後、セレウコスの兄弟化に脅威を感じたリュシマコスは、プトレマヨスと同盟し、アマストリスと離婚して、プトレマヨスの娘アルシノエヨと結婚した。アルシノエとの間には、リュシマコス、ピリッポスの息子を設けた。紀元前297年からカッサンドロスの、 息子たち、アンティパトロス二世とアレクサンドロス五世が、マケドニアの王位をめぐって争うと、それに介入したリュシマコスは、アンティパトロスを説得して、デトリオス、アンティゴノスのこの援助を得ていたアレクサンドロスと和解させようとしたが失敗した。この頃、リュシマコスは、下体人の王、ドロミカイテスと戦っており、その上でデメトリオスとも戦うに正面作戦を、避けようとし、 紀元前294年にアンティパトロスを見捨ててデメトリオスと講和し、すでにアレクサンドロスを殺していたデメトリオスの王位を認め、アンティパトロスがリュシマコスの支援打ち切りに不平を漏らしたため、リュシマコスは彼を殺した。その後、デメトリオスはかつての大帝国を再興しようとしたが、リュシマコスはプトレマイオス、セレウコスと手を組んで彼と戦い、 紀元前288年、リュシマコスは、エピロス王ピュロスと共に、マケドニアに攻め込み、デメトリオスから国を奪った。彼らはマケドニアを共同で統治したが、紀元前285年に、リュシマコスは、ピュロスを追放し、単独のマケドニア王となった。後継者問題は、リュシマコスの晩年を不幸なものとした。紀元前284年、アルシノエは、 リュシマコスの長子、アガトクレスを差し置いて、自身の息子に多い家を継がせようとし、アガトクレスに対し陰謀を企て、アガトクレスが反乱を企んでいるという残言を受けた、リュシマコスは、アガトクレスを処刑した。この事件によって、多くのアジアの都市がリュシマコスに対して、反を起こし、多くのアガトクレスの友人たちがリュシマコスを見限って、セレウコスの側についた。 アガトクレスの未亡人リュサンドラ、プトレマイオス一世の娘はセレウコスの元へ逃げ込み、セレウコスはリュシマコスのアジア領へ攻め込んだ。ジにリュシマコス79歳、セレウコス77歳であった。紀元前281年、リュシマコスはセレウコスとコルペディオンにて戦い、コルペディオンの戦い、敗死した。リュシマコスはマラコンというヘラクレア人の槍を受けて死んだという。 リュシマコスの遺体は、息子、アレクサンドロスの元へ届けられ、リュシマケーアに埋葬された。リュシマコスの王国はセレウコスによって併合された。しかし、その直後にセレウコスは、マケドニア王位を狙った同行者のプトレマイオス、ケラウノス、アルシノエの異母兄弟、父と対立して、エジプトを追われ、アルシノエの元に身を寄せていた。によって殺害され、 デュシマコスのマケドニアとトラキアの王位はケラウノスによって継承された。間もなくそのケラウノスもマケドニアにおけるガリア人との戦いで戦死した。ある時、アレクサンドロスの不況を買って手足を縛られ耳と鼻と唇をそがれて見せ物にされていた哲学者のカリステネスを哀れに思ったデュシマコスはカリステネスに毒を与えて死なせてやった。 これに起こったアレクサンドロスによって、リュシマコスはライオンの売りに投げ込まれたが、リュシマコスはライオンを素手で倒し、簡単した王に許された。このようにリュシマコスは、有望な戦士であった。ビチュニアのニカイは、アンティゴネアの町を支配することになったリュシマコスが、紀元前300年頃、亡き妻にケアに敬意を表して、彼女の名に血並外の名を改めたものである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。